Алоха, с вами Сворд Флейм, и мы продолжаем проходить третью Нептунию. Поехали! お二人ともよく帰ってきてくれました。久しぶり、10年ぶりだか20年ぶりの気分だよ。わ、抱きつかないでください。お帰りなさい、ネプテューナさん。うわー、本当にイースンが大きい。え、イストワール大きくなっちゃった？おう、イストワール、あなたが急に大きくなるものだからピースちゃんは戸惑っているではありませんの。怖がらなくても大丈夫だよ、イースンさんはイースンさんだから。うん、触っても平気？他の女神の皆さんもよく来てくださいました。こちらの世界の危機なのにわざわざ。はじめまして、でいいのかな。気にしないでいいわよ、もともとの原因は私たちの世界にあるみたいだし。せかすようで悪いけど、のんびり話している時間はあるのかしら。あ、そうですね。それでは簡単に状況を説明しますと。どうしたの？なんか騒がしいけど。お客さん？ずるいわよ、イストワール一人だけ楽しそうに。はー、ネプギア、ネプテューヌちゃんもいる。あ、ラムちゃん、ラムちゃんとユニちゃんも。ただいま、恥ずかしながら帰ってきたよ。あんたいつの間に。もう、帰ってきたなら真っ先に私に言いに来なさいよね。ネプギアちゃん、会いたかった。もう、私とロムちゃんを置いてどっか行っちゃったりして。あ、ごめんなさい、その3人いっぺんに詰め寄られたら。なんかこうやってチヤホヤされるのすっごく久しぶりな気がする。わあ、ギアちゃんモテモテだ。やっぱりこの子たちは私よりネプギアか。皆さん、今私が大事な話をしようとしてまして。うわっ、うわっ、いっぱいいる。身も混ぜて混ぜて。やっ、ひどい。あー、ラムちゃんに何すんのよ。うん、誰よあんた、ずいぶんちびっこいわね。ピはピだよ。一気に騒がしくなりましたわね。ねえ、この子たちって確か。うん、こっちの世界のノワールとブランの妹。私の妹。ですね、ですからのんびりお話ししてる時間は。あれ、なんでお姉ちゃんここに？先に行ったはずじゃ。あ、いや、私は。あ、お姉ちゃんもいる！って、なんか赤くなってる？いちご大福みたい！いちご大福？え？お姉ちゃんじゃない？向こうの世界のブランさんとノワールさんだよ。だから、そっくりだけど、ロムちゃんのお姉さんとは別人で。え？あ、やだ、私ったら、すみません。なんか緊張しちゃう。別に緊張しなくてもいいわよ、そんなかしこまられると私まで。はじめましてよね。はじめまして。へえ、本当に別人なの？服着替えただけじゃなくて？ちょっとだけ違う。でも、お姉ちゃんと同じ匂い。皆さん、聞いてください。いやー、なんか初々しいですな。いいなあ、
私も妹欲しいな。私も少々羨ましいですけど、でも私にはピーシュちゃんがいますもの。ぎゅー、うわわ、ベルベル痛い。な、何ビクビクしてるのよ。私の妹ならもっと堂々としてなさい。やっぱり向こうのお姉ちゃんも厳しい。ああ、ごめんなさい。そんな落ち込ませるつもりじゃ。その…なんて話しかけていいかわからない。あんたなかなか面白いわね。私はラムよ。特別に友達になってあげてもいいわ。ラムと友達、友達。一瞬チヤホヤされただけでみんな別の人のとこに行っちゃった。もうお願いですからお話を聞いてください。それから5時間後。10分くらいです。もう私が何度言っても皆様ずっとおしゃべりしてて、ごめんなさい、つい懐かしくて。チェー、そんな怒んなくたっていいじゃない。イストワール、怒ってる？よしよし、ピーシャちゃんは悪くありませんわ。大体皆さんはいつもそうなんです。私は真面目にやろうとしているのにふざけてばかりいて。ああ、待って待って、確かにこっちが悪かったけど、今はお説教してる場合でもないでしょ。これ以上の時間のロスは避けるべきだわ。皆さんに言われるのは釈然としませんが、確かにその通りですね。それでは手短に現在の状況をご説明します。市民団体の寄生城レイさんが不思議な力でプラネテューヌの町を破壊し始めたのは今から数時間前。皆さんがおしゃべりしてなければもう少し短い時間でしたけど。それはもういいじゃん。それよりほら、続けて続けて。それと同時に町には結界のようなものが張られ、皆さんの偽物が徘徊するようになりまして、事態の収束を図るために女神の3人には先行して町に入っていただいています。女神候補生の方々はネプテューヌさんたちと合流まで待機、 IF さんとコンパさんは町の方々の避難を誘導という形をとっていました。待機って言えば聞こえはいいけど、結局また置いてかれたのよね。ユニちゃん元気出して。なで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 。ああ、ちょっと力入れすぎよ。髪の毛がぐちゃぐちゃになるでしょ。この後に及んでまだふざけるんですか。ごめんなさい。それで先に行ったノワールさんたちから連絡とかは？ありません。ですが先ほどまで続いていた衝撃音が止みましたので、何らかの成果を上げてくれたのではないかと。まあ、さすがはこちらの私たちですわね。すごいね、3人とも。当然よ、なんたって私のお姉ちゃんなんだから。ならこのまま3人に任せておけば。ダメだよ、そんなことになったら私の出番が。そこまで甘くはないでしょ。次元を超えて私たちの世界を攻撃してきたようなやつなのよ。分かっているわ、言ってみただけよ。とにかくこのままではプラネテューヌは崩壊の危機です。ですから皆さんは急いで。オッケー、皆まで言わなくても分かってるって。散々長話をした後だと危機感に説得力がないけど。ずっと留守にしちゃいましたけど、この国は私たちが守ります。
プラネティウヌだけならほっといてもいいけど、向こうは世界全体の危機だものね。お姉ちゃんそっくりの人と一緒にか。よし頑張ろう。こっちの世界のノワールちゃんとブランちゃんとベルさんに会えるんだ。楽しみ。今度は私たちも行っていいのよね。もう春そばやだ。ラムも一緒に行く行く。大丈夫ですわ、ちゃんとみんな一緒ですわよ。ではお願いします。皆さんの力でプラネテューヌを、もう一つのゲーム業界を救ってください。あThank you.
ちの街が。うわネプちゃん、こんなボロボロのところに住んでたんだ。あなたが女神だった街だから多少荒れてるとは思ってたけど、ここまでとはね。違うからね、私のせいとかじゃないから。あの、昨日まではちゃんとした綺麗な街だったんです。でも分かってるわよ、ただの冗談だから。冗談？あの真面目なお姉ちゃんが冗談？こっちの私ってそんなに堅物なの？妹にこんなこと言われるくらい。ユニちゃんの前でだけはそうなっちゃうみたいで。そしてこっちはこっちで。あ、ロムちゃん、さながら怯える小動物のようにネプギアの影に隠れてね。うわー、ブランちゃんの妹かわいい。軽くショックだわ。こっちの私は妹にどういう接し方をしてるのかしら。いえ、すごく懐いてますよ。ただロムちゃん人見知りで、今のブランさんは別人だってわかってるから。ってのんびり喋ってる場合じゃなかったわよね。あ、そうでした。早くこっちのレイさんを止めないと。その前にあっちも止めないと。うわー、いっぱい壊れてる。ねえ、面白いでしょ。後でロムちゃんと3人で探検しましょう。ビーサちゃん、そんなところに登ったら危ないですわよ。降りてらっしゃい。なんか最終決戦の前なのに緊張感ないね、私たち。うわー、ついにプルルンにまで言われちゃったね。いやいや、でもこっからはさすがにシリアスめな感じで進めていくよ。うん。ちょっとレイ、ぼーっとしてんじゃないわよ。仕事はいくらでもあるんだからね。すみません、その攻撃が止んだものですから。だからって油断はできないでしょ。どうせ向こうのあんたがサボってるのよ。いえ、しばらくは来ないと思います。来ません。え、どうして断言できるのよ。それは分かってしまったというか。すみません、私ちょっと行ってきます。あ、レイ、どこ行くのよ。おい、なんでやめちまうんだよ。まだ向こう全然ぶっ壊れてねえぞ。だって疲れたし。休憩よ休憩。嘘つけ、お前まだ全然力あり余ってんだろ。うるさいわね、ハエムシの分際で。握りつぶしてやろうか。だからハエムシじゃねえって。いいから早くやれよ、つまんねえだろ。だってもう必要ないじゃない、全員こっちに来てるんでしょ、女神どもさ。あ、もう来てんのか。思ったより早かったな。あいつらを全員ぶっ潰してやれば、国も女神も全部なくなっちゃうじゃない。こんな遠回しなやり方より直接私の手でやった方が何百倍も気持ちいいに決まってるわ。そりゃそうかもしんねえけどよ、勝てんのかお前。はあ、何、ひょっとして今私のことバカにした。今のは完全なる侮辱。許せないわ、握りつぶしてやる。じゃあやめろバカ、一応聞いてみただけじゃねえか。まったく失礼極まりないハエムシね。女神なんて間違いなく余裕で綺麗さっぱりこの世から消してやるわよ。あいつらは
不必要な存在なんだから。きりで、いや、重要な役目だってのは分かってるのよ。でも別に私じゃなくてもよかったわけで。そらさ、一人でいるのは別に嫌いじゃないし慣れてもいるけど、だからって平気なわけでも。特にこんな盛り上がるはずの最終決戦でこの扱いっていうのはさすがにね。それにほんのちょっとだけよ。寂しかったりもするし。お、聞き覚えのある声がブツブツ聞こえると思ったら、やっぱり。ノワールさんだね。いつも通りの。おー、ノワールちゃんだ。お姉ちゃん。いつの間に帰ってきてって今の聞いてた？あ、いえ聞いてないですよ。本当に今通りかかったばかりで。はあ、何なんだろう私。あたりからしか聞いてないわ。それほぼ最初からじゃないのよ。はあ、もう忘れなさい。 あなたね、私と同じ姿で恥ずかしいことしてるんじゃないわよ。別に私の勝手でしょ。私と同じ姿の人に言われる筋合いは。え、ちょっとこの子って。うん、このノワールはあっちのノワールで、同じノワールじゃ分かりづらいね。ノワールかっこ偽とかにしとく。ずいぶん久しぶりに聞いた気がするけど、それは絶対にやめて。え、何？向こうから連れてきちゃったの？他にもゾロゾロいるけど、みんなそうなの？ノワール二人で詰め寄ってこないでよ。さすがノワール同士、行動パターンもそっくりですわね。ノワールが二人、うん、どっちがノワル？そんなのもわかんないの？そりゃあもちろん。どっち？ラムちゃん？私にもわかんない。私はなんとかわかるけど、改めて並んでるのを見ると本当にそっくりだわ。いいなぁ。私のそっくりさんもいないかな。そっくりさんなんていいものではないわ。自分と同じ人間を3人見たら死ぬとも言われているし。え、ノワール死んじゃうの？お姉ちゃんもベールさんも会ったら死んじゃう？大丈夫だよ。二人までならセーフだから。あれ？でも確か偽物のノワールさんとかと戦ったよね。ひょっとしてとっくにアウトだったり。そんなことよりさ、ノワールはここで何してたの？一人ぼっちで。一人ぼっちって言うな。好きでいたわけじゃないわよ。だったらどうして？ほら、ここ結界が張ってあるでしょ。これに私が力を注いで人が通れるくらいの穴を維持してるのよ。ベールとブランは先に進んだわ。まあ、ではこちらの私たちのための踏み台をしていましたのね。殊勝な心がけだわ。
やりたくてやってるわけじゃないわよ。でもじゃんけんで負けちゃったから仕方なく。あの二人絶対何か仕組んでたのよ。こっそり二人で耳打ちしてたし、出なきゃ私が負けるはずないわ。いや非常にノワールらしい役回りだと思うよ。それどういう意味よ。そうよ、引き捨てならないわ。うわー、だから二人で詰め寄んないでってば。なんか今日のお姉ちゃん格好悪いかも。そう？いつもあんな感じでしょ。ノワール、いつもと同じだよ。私以外の前ではそうなの？まあ考えてみたらいいタイミングで来てくれたわね。これで私も最終決戦に参加できる。さ、誰か代わって。それではノワール、引き続きお務めよろしくお願いしますわ。さあみんな行きましょう。早くお姉ちゃんに追いつかないと。ちょっと待ちなさいよ。私もう何時間も一人でここにいるのよ。いい加減変わってくれても。そんなこと言ってもさ、このタイミングでパーティーメンバーの入れ替えなんてあったらユーザーも混乱するしさ。そうでなくてもノワールが二人いたらややこしいし。それはそうかもしれないけど、ねえ、あなたからも何か言ってやって。頑張ってね。あなたの分まで私が活躍してくるから。そんな、私にまで見捨てられた。さあそうと決まったら行くよ。みんなここはノワールに任せておけば安心だから。いいのかな。ごめんねお姉ちゃん。またねノワール。行ってきます。待って、せめてじゃんけんで。待ちなさいってば。なんだよこいつら、次から次へと湧いてきやがって。一体一体の強さはそれほどでもありませんけど、こうも数が多くてはキリがありませんわね。ブラン、このままでは拉致が開きませんわ。どちらかが残って敵を食い止め、もう一人が先に進むというのはいかがかしら。てめえが残ってくれるならありがたくそうさせてもらうけどな。それはできない相談ですわ。私一人でこの場の全員を相手にできる自信はありませんもの。悔しいけど全く同感だよ、畜生。今ので何体目だ。さあ50までは数えていましたけど、途中でバカらしくなってやめましたわ。見たことねえやつが出てきやがったな。ええ、新顔ですわね。まあ見た目が変わっても戦闘力の方は。なんだこいつ、今までのやつとなんかちげえぞ。私も嫌な予感がしましたわ。この子と戦うのは危険だと。おい、近づいてくんぞ。どうにかしろよ。この手のタイプのお相手はあなたの方が向いていますわ。あー、ブランとベール、みっけー。その声、ネプテューヌ。てめえ、やっと帰ってきやがったのか。すみません遅くなって。あー、お二人の前にいるのってもしかして。うわー、
さか中身までそっくりなんじゃないでしょうね。こいつ、てめえらの知り合いなのか。でしたら、そちらで引き受けていただけませんこと。いいよ、任せて。私はあんまり任されたくないなって思うんだけど。私もだよ。またブルルートさんと戦うことになるなんて。あの様子ですと、こちらの私たちは初めてですのね。このブルルートを見るのは。ええ、知らない方が幸せだったでしょうに。ふふー、私たちはもう変身したプルルートちゃん見てるから知ってるもんね。お姉ちゃんの分まで頑張るわよ、ラムちゃん。それじゃあ、あっちは変身しちゃってるし、こっちもこの姿でお相手してあげなくちゃね。何度見ても慣れないわよね。見てるだけならまだいいよ。ドエスプルルン VS ドエスプルルン、ある意味夢の対決だよ。夢は夢でも悪夢かしらね。え、そいつ味方なのか。ネプテューヌ、お前こんな奴と一緒だったのか。いろいろと事情があってね。あら、味方じゃない方が良かったかしら。だったらお望み通りブランちゃんの相手をしてあげるけど。うっ、来んな、こっち来んじゃねえ。あなたのお相手はあちらでしょ。ほら、首を長くしてお待ちですわよ。あら、そうだったわね。私ってば、いじめられたらどんな顔するのかしら。すっごく素敵な体験ができそうね。油断はしない、本気で行くわ。倒されたいのは誰だ。これでどうだ。もらった、これでどうだ。そこ、ちょっと失礼します。もう始めちゃっていいよ。そーれ、私の番ね。いやいや、もらった。負けるつもりはないよ。仕留める、切る、切る、切る。この一撃に勝負。何？待ってました。それ、これがいいのかしら。私の番ね。いやいやいや、ゾディアック。さて、倒されたいのは誰だ。もらった、そこ、そこだ。私に任せてください。思ったよりヤバいかも。どうしてあげようかしら。私の番ね。くらいなさい。せい、私の番だね。逃がさないよ。いや、切る。いや、この一撃に勝負をかける。倒されたいのは誰だ。これでどうだ。そこ、これでどうだ、これでどうだ。人工の救いあれ。もう始めちゃっていいの。いい声で泣きなさい。まずはソフトに。やるじゃない。いつでも行けるわ。そこ、せい、そこ。生意気ね。バーニング
どうしてあげようかしら。まずはソフトに。いつでも行けるわ。もらった。そこ、そこ。これよりオペレーションジハードを解雇。これが貴様への裁きだ。逃げられると思うなよ。終焉の時を刻むが。この一撃で待ってました。いけない子ね。こんなのが好きだなんて、とってもド M の変態さんね。またしてあげる。いつでもいけるわ。気合を入れていきましょう。私の番だの。その身の正義。待ってました。これを使ったらどうなっちゃうのかしら。いやー、そこもらった。負けるつもりはないよ。はっ、いや、仕留める。これよりオペレーションジハードを開始する。消えろ。そこだ、そこだ、そこだ。私に任せてください。待ってました。たまには道具を使うのも。一気に決めさせてもらう。そこ、せい、せい。もらった。私の番だね。仕留める。はっ、やっ、切る。これだけ当て続ければ。さて、倒されたいのは誰だ。消えろ。そこだ。消えろ。ちょっと失礼します。やるじゃない。一気に決めさせてもらう。せい、いや、もらった。待ってました。たまには道具を使うのも。負けるつもりはないよ。いや、逃がさないよ。切る。いや、これだけ当て続ければ。これよりオペレーションジハードを開始する。消えろ。もらった。お手伝いします。いつでも行けるわ。ネプチューンブレイクで決めるわ。せーい、まだまだ。今度こそこれでとどめ。こんなはずではなかったね。レベルアップ。やっ、レベル、力が湧いてくるよ。どんな見かけ倒しだったわね。こんな中途半端で終わったら、私欲求不満になっちゃうわ。私たちほとんど見てるだけだったわね。うん、あの二人の間に割って入るのはちょっと。あの、その方、女神なんですのよね。
私が言うのもなんだけどよ、性格に問題ありすぎじゃねえか。はあ、まだこっちのブランちゃんとベールさんがいたわね。お口直しにいただいちゃってもいいかしら。いただくですって。逃げてお姉ちゃん、逃げて。お姉ちゃん食べちゃダメ。ああ、ほらほらブルル、ロムちゃん本気で泣いちゃうからね。ロムとラムいじめちゃダメ。ほら、悪ふざけしてないでさっさと戻りなさい。ああ、私ったらみんなから責められちゃってる。わかったわよ。はあ、楽しかった。一瞬本気で食べられるかと思いましたわ。さすがに自分が食べられる姿は見たくありませんわね。お前、向こうでこんな奴を手なずけてたのかよ。手なずけたというか手なずけられたというか。でもほら、普段はこんな感じの子だからね。そんなに悪い子でもないのよ。本当かよ、私の言うことでも信じられねえな。お二人はここで何をしてたんですか？ご覧の通り、偽物に足止めを食らっていたんですわ。ったく、弱えくせに数ばっか多くてよ、たまったもんじゃねえぜ。お姉ちゃんを苦戦させるなんて、敵もなかなかやるわね。怪我とかしてない？問題ねえよ。妹のくせにそんな心配そうな顔すんじゃねえ。ごめんなさい。終わり。言い方が悪かったな。本当に妹への接し方が分かってないみたいね。なんだか自分のことのように恥ずかしいわ。と言ってるそばからまた出てきましたわね。本当にキリがありませんわね。しょうがねえな。おい、ここは私らが引き受けてやるから、てめえらは先に行きな。でも二人だけで大丈夫なの？てめえらが来るまで何時間耐えてたと思ってんだよ。殲滅は難しいでしょうけど、足止め程度なら問題ありませんわ。ベールさんとブランさん、お姉ちゃんと違ってかっこいい。なんかこの子が落ち込んでるのを見るとすごく罪悪感があるんだけど。まあ、あんまりこいつについていきたくねえってのもあるけどな。偽物より本物の方が恐ろしいというのは実証済みですものね。え？なんでもありませんわ。さあ、早くとっとと元凶をぶっ潰してこい。でも大丈夫よ、ラムちゃん。お姉ちゃんは私たちのお姉ちゃんなんだから。そんじゃ遠慮なく行かせてもらうよ。二人とも頑張ってね。気をつけてね、ベルベル。今その子、私のことをベルベルと。あ、ダメですわよ。ピースちゃんは私が予約済みなんですから。そんな話は後。ほら、急ぐわよ。ああ、お待ちになって。せめてもう一度ベルベルと。Ну что, я думаю, на этом моменте мы это видео закончим и продолжим проходить
уже в следующем видео. Теперь я уверен, что будет концовка, поскольку мы уже в нашем измерении и идем бить вторую Рей. Ну что ж, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Sportflame. Всем пока!